情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。本日はですね、みんな大好きジョネトラサイエンス、はい、今日もですね、みんなが大好きなね、あの海洋生物についてですね、新しく分かった知見をですねご紹介したいんですが、内容もし面白かったらね、ぜひね高評価のボタンね、さらにねチャンネル登録をねぜひお願いします。あとね、今日面白かったよとねコメントも書いていただけると嬉しいなと、いうところなんですが、今日ねご紹介するのはね YouTube のサイエンスチャンネルです。それもアメリカかな、これね、最小というですね、チャンネルやってるハンク・グリーンさんのですねインタビューを見つけましたので、これについてですねちょっと皆さんご紹介したいなと。このね、ハンク・グリーンさん、驚くべきタコの生態ということですね。まあタコっていうのはですね、このハンクさん曰く、タンクから滑り落ちて排水管の中に落ちたタコの話を聞いたことがありますかとね、あるいは錠剤のボトルを開ける方法を見つけ出した、等速類、まあつまりあのイカとかタコのね話はどうですかとね、正直人間にさえね、やるのがなかなか難しいことをですねタコはやってしまうという点で非常に賢いというふうに言ってるんですがね、解剖学的に見るとですねタコってね脳ないんですよ。大脳皮質ないので、でね、神経細胞のうちね頭にあるのはね3分の1ぐらいしかないらしいので、人間的なねこの構造でいくともう頭の中空っぽなんです、タコは。頭空っぽタコのね、なんですけど3分の1しかここになくて、じゃあ残りの3分の2はどこにあるかというと、なんとねタコの足の中にこの神経細胞が入っているらしいんですよ。はい、ね、ハンクさん曰くですね、人間の脳は頭の中にあります。私たちが知的であると考えている他の動物の脳もそうですよねと。犬やイルカ、チンパンジー、カラスのように今大体頭にね、神経細胞集まってるんですが、タコはですねなんとこの神経細胞のうち3分の2が足の中にあって、頭には3分の1しか入ってないんです。はい、で、3分の2が足にあるということでね、それぞれの足は文字通り独自に心を持っている、ね、さらに自分の問題を解決し独立して行動する一方、他の足は全く異なることをしているということでですね、まあ、いろんな研究があるらしいです。はい、死んだタコの足を切り取ってね水道水とか酢酸に触れる、観察をした研究とか、いろいろありまして、でね、いろんな実験やった結果ですね、切断された足がうろつき回ってさらには食べ物を掴むことまで判明しているということで、いやーすごいですね、生命の神秘。頭の中空っぽだけど足に足です、まあこれ手ですけどですね、足になんと神経細胞があって、足の中に独自に脳があるような、まあそういうですね反応をしているらしいと、いうことです。でね、まあタコはその単体で見てもですね、まあこれ1993年の研究なんですけど、食べ物や、それから脅威に対して一匹一匹が独自に一貫した反応を示すことが知られているとね、でそういう意味で個性を持っていることも分かったと。でタコは一貫して好奇心と大胆さがあり、まあそのね、まあ、大胆さがあるようなタコもいるし、別のタコはね慎重で恥ずかしがり屋みたいなね、まあ、それぞれこうなんか個性があるということも分かっていますと。さらにですね、まあ、2001年に行われたねこれハンクさんが紹介してるんですけど、別の研究では若いタコが数週間にわたって行動を変え周りの環境から学習し、より注意を払うことなども、分かっていると、いうことですね。どうもですね、このね、時間の経過とともに、ね、時間の経過とともに学習してですね、行動を変えてると。ね。いい意味で、ね、いい意味で、一貫性がない。ね。学習して変わる。ね。これが、まあ、タコだそうです。はい。まあ、だから、一般的にですね、タコは本当に、まあ、賢くて、まあ、学ばない人間が多い中ですね、タコは学んでいるということですよ。リアルなタコはね、学んでいると、いうことです。はい。で、タコの行動とですね、まあこのハンクさんのね、この記事ですけど、タコの行動と私たち自身の行動に多くの共通点が見られるかもしれませんが、私たちは明らかに同じ道をたどっていないと。私たち脊椎動物の、進化の歴史は12億年前に軟体動物から分離していて、人間とタコの知性は完全に別々に進化したんですと、いうことですよね。はい。まあこんなような研究をですね、ハンクさんが紹介されていると。いうことです。でね、これに関連してですね、面白い実験があるんですよ。これね、ナショナルジオグラフィック、チャンネルね、ナショナルジオグラフィックの記事なんですけれども、タコに合成麻薬を与えて、どういう反応が出るかというですね、合成麻薬ですよ。MDMA とかを与えてですね、果たしてどんな、反応するかというですね、驚きの、実験がありまして。でね、これですね、こんな記事です。アンフェタミン類の合成麻薬で俗にエクスタシーと呼ばれる MDMA をタコに投与すると何が起こるだろうかアメリカジョン・ホプキンス大学の科学者たちによると、このドラッグに対してタコが見せた反応は人間とかなり共通していたと。
いうことなんですね。はい。したがって科学者たちはですね、人間とタコの脳は特定の社会行動に関して同様の仕組みになっているのではないかと、ね、いう結論を出し、この研究結果はですね、この記事は、何年の記事だっけ ?2018 年、3年前ですね。2018年9月20日付の、学術誌、カレントバイオロジーにて発表されていると、いうことでございます。はい。でね、このね、この実験に先立つこと3年前ね、カリフォルニア、ツースポットタコのゲノム解析を、まあ、したらしいんですけれども、このゲノムの配列をね、比較したところですね、まあ、この記事によると、まあ、5億年前ね、まあ、さっきの記事だと12億年前って言ってました。ハンクさんは12億年前って言ってましたけど、まあ、何億年も前に、まあ、分かれたにもかかわらずね、タコの人間はね、ところどころ同一な領域があることが分かりましたと。で、その共通する部分には、社会行動に関わる特定の神経伝達物質に関するものが含まれていたということです。で、この類似性がですね、行動にも現れるか試そうと思って、この MDMA を投与するというですね、すごい実験が行われたんですけれども、予想した通りですね、ドラッグを投与されたね、この MDMA ね、エクスタシーをまあやっちゃったね、ちょっとこのね、気持ちよくなっちゃったタコはですね、リラックスしておおらかになり、投与前よりもスキンシップを示すようになったと、いうことですね。で、ちなみにですね、カタツムリに同様の、実験をして、覚醒剤を投与するというですね、もうほんと、ちょっといい加減にしてよ、それ。ね、ダメ絶対って感じですけど、カタツムリにですね、まあ、似たような感じで、覚醒剤を投与する実験というのがあって、これによるとですね、記憶が長期化するというね、結果が現れたと、いうことだそうです。はい。で、この論文のですね、筆頭著者で、神経学者のですね、グル・ドーレン氏によるとですね、エクスタシーを投与されたタコは、隣のケージと、ケージのタコと触れ合おうとして、ケージに抱きついたり、口に当たる部分をケージに押し付けたりする、傾向が見られましたと。これは MDMA を摂取した時の人間の反応にかなり似ていますと。人間もしきりに互いに触れようとする、ようになると、これに非常に似ているということで、人とタコはですね、昔にね、まあ別々の道を歩んだにもかかわらず、脳の中の社会行動を司る部分は実は変化しなかったのではないかと、いうこういうね、仮説がまあ、立つと。いうことでございます。で、ドーレン氏によるとですね、MDMA にどう反応するかということだけにね、そのタコへの関心ではね、とどまらないらしくてですね、無脊椎動物はですね、やっぱり衝撃的なほど賢くて、水族館の水道からも脱走するし、同じ人間の住人をね、整理してしまうそうです。はい。整理ってつまり、共食いで食っちゃうんですよね。はい。とかですね。ガラスの壁が割れるほど強く、岩を打ち付けるとか言ってですね。まあ、そういうですね、恐ろしい、ことをするんですよね。はい。すごいですね。ね。いらない人間は整理しちゃうんですよ。ね。前にはあのね、共同で狩りをするハタをね、暴力で支配するって話をしましたけども、暴力も暴力。ね。食っちゃうと。ね。粛清してしまう。もう連合赤軍も、連合赤軍じゃねえや。連合赤軍か。ね、連合赤軍も真っ青みたいなね。日本赤軍じゃなくて、ね、連合赤軍も真っ青みたいなね。まあ、こういうこともですね。タコの世界にも総括があると。ね、仲間を食ってしまう。恐ろしいな、みたいなね。はい。まあ、人間とだけは、でもまあ、進化上大いにかけ離れてるんですけど、まあ、脳の一部にはまあ、似てるとこがあって、まあ、似たようなことをすると。しかもね、大脳皮質がないんですよ、タコには。ね。人間的な構造で言うと、もう脳がないわけですよ。大脳皮質ないわけだから。ね。なのになんかすごい似てるところがあると。ね。驚異の知能を発揮するということで、いやーもうほんとすごいなと。先ほどのドーレン氏はですね、エイリアンの知能を研究しているみたいな感じだと、意味軸もですね、ドーレン氏はおっしゃっているということですね。このタコの神秘、ね。ますますこれね、疑惑が深まったというかですね、神秘が深まったということでね、まあ引き続きですね、このジョネトラサイエンスではですね、タコのね、この生態、最新の研究をね、ご紹介したいなと。いうふうに思っております。まあ私自身もですね、タコゲームに、参入しようかと思ってまして、今すごいアイテムをゲット、すべくですね、いろいろやってますので、また皆さんにご紹介できる日も近いのではないかと、いうふうに思っております。はい。大好評のジョネトラサイエンスシリーズですけれども、今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひね、高評価のボタンを押してね、それからチャンネル登録もしておいてください。それからね、コメント欄にね、今日の内容なので、面白い点、気になった点などをね、書いてくれると大変ありがたいなというふうに思っております。はい。ということで、今日のね、ジョネトラサイエンスシリーズ、この辺にしたいと思います。ガオー！ありがとうございました。